こんにちは、Bレジェンド上野です。そしてBレジェンド大林です。今回の種目はサイドレイズを行っていきたいと思います。サイドレイズご存知の方も多いと思うんですが、肩の筋肉ですね。感覚筋って3つに分かれるんですけど、前と横と後ろで、サイドレイズはこの横を、狙う種目になります。流れで、動きやっていきましょう。はい、足幅腰幅ぐらいで立って、ダンベル横に垂らしてもらって、上げる方向なんですが、サイドレイズって言っても真横ではなくて、ちょっとこう前の方に上げるようにします。そうです。で、下ろします。で、イメージとしては小指が上に来るように上げてあげるといいです。はい、下ろします。聞かせるイメージで言うと、上げた時に1秒止めれるくらいなイメージを持ってやっていただくとより効果的です。はい、で、下ろし、ゆっくり下ろします。はい、この動作ちょっと続けましょう。はい、で、この時にこの三角筋チューブに、刺激を入れるために気をつけたいことなんですが、この辺、僧帽筋、ここの力はなるべく使わないようにしたいので、ちょっと首すくめてもらいます。この状態で上げると僧帽筋でダンベルをつってしまうので、肩を落として首を長く保つようにしてダンベルを上げてあげます。はい、先ほどちょっとお話しした中で真横に上げないという話をしました。肘をピンと伸ばして真横に上げると、この肘の関節に、負担がかかってしまうので痛めちゃうかもしれません。なので斜め上の方にちょっと肘はゆとりを持って曲げるくらいで構えてあげるといいです。はい、結構ね、このサイドレイズ使い方として、軽いフォームで三角筋を効かせるような、動きをされる方が多いんですけど、効かせるのは大前提で、あとは重さだったり回数だったり、チャレンジできるように、少しずつそこは更新を目指していただいた方が、より効果としては高いかなと。同じ重さ同じ回数で効かせても筋肉を大きくするっていう作用は薄いと思うので、そこはどんどん更新をしていただいた方がいいのかなと思います。以上がサイドレイズの解説となります。ありがとうございます。